はい、こんにちは。今日遊ばせていただくゲームは、地味にしじみさんが制作されたフリーゲーム、地味にしじみというゲームです。同じ名前です。概要を読んだ感じだとだいぶ難易度高そうだったのでね、結構ドキドキしながら遊んでます。あなたの名前を教えてください。私はゆーちゃんっていう名前です。ちゃんまでしっかり入力させてください。あなたの名前はゆーちゃんですね。何、呼んでくれるのかな、誰か私の名前を。うんね、没入できる感じが。遠い昔、大雪に悩む村がありました。その大雪は、氷神、氷神というその地域で祀られていた神が起こしていたものでした。村人たちは氷神に雪を降らすのをやめるよう伝えました。すると、氷神は雪を降らすのをやめる代わりにお金を用意するよう言いました。神様。すごい現金だな。村人たちはなけなしのお金を集め、そいつに渡しましたが、足りないと言われ、雪が止むことはありませんでした。胸クソ悪う。大雪のせいで農作物が育たず、村人たちのお金も底を尽きてしまいました。限界を迎えた村人たちは、そいつとラップバトルをすることになりました。すごいな。ヒップマイの世界、かしら？おいらは村長。右の人？今日も絶好調。この村は貧乏。ラップ始まってます、ひょっとして。今日倒すぜ、お前を。イエーイ。始まってたな。うるさい。氷神さん。めっちゃ人間じゃん、見た目。グラさんもお揃いじゃん。音楽に合わせて悪口を言うだけで、私を倒せると思っているんですか？何？おいらの小悪魔ラップが聞いてない。小悪魔ラップだったんだ。おしまいだ。もうこの村に未来なんてナッシング。私引っ越します。こんな仕打ちあんまりだ。みんなせめてもの抵抗に投石しよう。そっちのが絶対効くね。いた、ちょ、やめ。こうして村人たちの決死の抵抗も虚しく、村にはありえない量の雪が降り続いた。まあでも雪国なら、しょうがないところもありそうだけど。くそ、どうすればいいんだよ。村長ラップかぶれだな。オイラの魂のラップでも奴を倒すことはできなかった。ヒプノシスマイクが足りないですね。こうなったらあれを使うしかない。何を使う気なのこれは。これは我が家に代々伝わる伝説の壺。壺壺じゃ。壺壺。これは相手が自分に好意を持っている場合、相手をこの中に封印できるという恐ろしいものじゃ。これを奴に使えば全て解決する。お？私が出てきた。でも、この村の住人に彼に好意を抱かれている人なんていないでしょうね。そこで君にお願いがある。まさか、奴のところへ行って、どうにかして奴に惚れられてきてくれないか。まさかの、嫌ですよ。嫌ですよっていうか、頼むよ。アイスあげるから。わかりましたよ。うまくいくかはわかりませんが、やってみます。そんな簡単に惚れさせることができたら、言うことなんて簡単に聞いてくれるでしょうに。いいの？ありがとう、ガラシ。村長こういうキャラか。早速そいつがいる、いつもいる森案内しよう。なかなか緩そうなゲームだけど、難易度本当に高いのかな。1日目、カクカクシカジカということで、この子をしばらくここに置かせてもらえまへん、もらえもはんか。なんて言ってるの、村長。村長が難しすぎる。なんか企んでるんじゃないでしょうね。別にいいですけど。あ、でもいいんだね。優しい。ありがとう、ばんじゃん。それじゃあまずは5日間頑張ってね。何かあったら、オイラのところにいつでも来てね。いや、村長よりは断然氷神さんの方が好感度高いな。じゃあ、ゆうちゃんさん、よろしくして差し上げますよ。よろしくお願いします。まずは何を話そう。この選択肢。このゲームを遊ぼうと思った理由が、今、4月23日なんですけど、しじみの日なんだそうですよ。しじみ。そう、しじみで探したら出てきたゲームなんですよね。しじみ、なんか褒める。雪を降らすのをやめるよう伝える。しじみ。しじみの話をしよう。どのしじみのことなんだろうな。あの、氷神さん、しじみって知ってますか？
しじみ？ああ、砂に埋もれているやつですよね。知ってるね。正しいしじみを知っている。しじみとは、二枚貝の一種で、ビタミン、ミネラル、アミノ酸、旨味成分などを豊富に含む健康食品です。詳しいな。しじみには貧血予防、疲労回復効果があります。しじみチャンス。しじみチャンス。しじみに含まれるオリエニチンというアミノ酸は、肝臓の働きを助け、アルコールの分解を促進すると言われています。そのため、しじみは肝臓の友達と言われてきました。へえ、そんなこと知ってて何になるんですか？めっちゃ役立つだろ、どう考えても。なんなのこいつ。人がせっかくしじみについて教えてやってるっていうのに。お前は二度としじみが入った味噌汁を飲むな。何ですって？喧嘩でもしますか？なかなかしじみ過激派ですね、私。氷神さんと喧嘩しちゃった。おう、ちょっと嫌われちゃったかも。思い切り喧嘩打ってたよね、二度と飲むなって。いやでも、私面白い女でよかったな。氷神さんっていつもアイス食べてますよね。アイス食べてないと死ぬんですか？死ぬ。死ぬんだ。アイス大好きちゃんなんですね。こっちだってしじみ大好きちゃんなのに。多分、ハッピーエンドは消えたろうな。怒らせたから。食べ過ぎは良くないですよ。アイスはアイス。今度一緒に食べましょうよ。もう嫌われるルートで行きましょうかね。食べ過ぎは良くないから注意しなくちゃ。そんなに食べたら体がアイスになっちゃいますよ。体がアイスになっちゃう。私の体はほとんど氷でできているので、もうアイスになってるようなもんです。手遅れ。この星は私には熱すぎるくらいですよ。氷神さんの体に触ってみると、バカみたいに冷たかった。いいね、ボディタッチ。攻めてますよ。うわ、バカみたいに冷たいですね。体が冷たいから心も冷たいんですか？めっちゃ喧嘩売っていくな。なんですって。喧嘩でもしますか？氷神さんと拳で語り合った。すごいね、ボディタッチが続きますね。こういう感じのゲームなんですね。あー、手が痛いよ。氷神さん、ペットボトルの蓋が開かなくて困ってるみたい。開けてあげていいの？まあでも、ここはね、うん、面白い女を抜きましょう。開けてあげる収蔵を妨害する。くすぐってやろう。くたばれ。すごいね。だは、ちょ、待って。はあ、くそ。次やったら溶岩に突き落とします。まあ、そんな怒んないでください。あ、ほら、笑った衝撃で蓋が開いたじゃないですか。開けちゃいましたね。結果的に、いいことしてしまったかな。あ、ほんとだ、開いてます。よかったですね。イエイ、バッチリ好印象、間違えたな。そうなんだ、妨害してよかったんだ。ふう、今日の任務は終わり。少しいいだろうか。ん、誰だろう。ん、どなたですか？あ、あなたはもしや、誰や。誰や、知らないんか。あなたは誰や。我は陰陽師、名をオルニチンという、ちょっと待って、これすごい聞いたことある単語だな。お前は今、この村の神を惚れさせようとしているな。え、なぜそれを？そこら辺の木の陰から見てた。オルニチンが見てたのか。奴を惚れさせようとするお前の姿は、まるで砂から水管を出し、呼吸をするシジミのように美しかったぞ。シジミの手のものが来たな。しかし、今のままでは奴がお前に惚れるのは難しいだろう。そんな。だが、落ち込むことはない。我は陰陽師だ。奴を封印する方法を10個ほど心得ている。いっぱい心得てる。でもそのうちの9個が我の命を必要とする。やばいね。だから我が死なない封印の方法を教えてやろう。1個だけ教えてくれるわけだ。オルニチンさんから封印の方法を教えてもらった。だけど難しくてすぐにはできないかも。家で練習しよう。すごいなぁ。練習すればできちゃうんだ。4日目。今日は氷神さんに何か買っていってあげよう。何がいいかな？冷たいのがいいんだろうけど、熱々のものはないね。チョコミント、ハーゲンダッツ、手作りのアイス。手作りの熱々のアイスをあげればいいかしら。セーブしたっけ？私そういえば。セーブ。一個足りてないような気がしなくもないけど。じゃあ手作りで。よし、せっかくだし材料を買ってアイスを作ってみよう。氷神さん、よければこれどうぞ。何これ？
氷神さんに手作りのアイスを作ろうと思ったんですけど、なぜか卵かけご飯ができちゃって。おー、いいね。望んだ通りの結果だよ。すごい冷めてて美味しいです。冷めてるんだ。熱々じゃないんだ。口直しに後でアイス食べます。もらいっぱなしは性に合わないので、私からはカブトムシをあげましょう。寒いんじゃ冬眠しちゃってんじゃないの、カブトムシ。カブトムシだ。寒さですごく弱っている。かわいそうだな。お互いかわいそうだな。おい、ちょっと嫌われちゃったかも。氷神さん、一つ聞きたいことがあるんですけど、いいですか？何でしょうか？どうしてそんなにお金を集めたがっているんですか？神様の世界ではお金って役に立たなそうですけど。実は神しか使うことができない魔術的なものがあって、この星で最も価値のあるものを天にくべれば、何でも一つだけ願いを叶えてもらえるんです。この星で一番価値のあるもの、すなわちお金。もう、神様。私の目的はそれを集めて願いを叶えてもらうことなんです。バカ野郎。これは怒られるよ。この世で一番価値のあるもの、それはお金なんかじゃない。いやー、これお前を選びたいけどな。このルート的にはシジミがベストな気がするな。この世で最も価値のあるもの、それは、いや、お前選びたかった。この世で最も価値のあるもの、それはシジミです。シジミとは二枚貝の一種で言って。これさっき読んだな、ビタミン、ミネラル、アミノ酸、旨味成分などを豊富に含む健康食品です。シジミにはこれ、もう一言一句たがわず読んだな。ほら、オルニチン出てきた、オルニチン。はい、じゃあ、飛ばしてしまう。バカですね。シジミもお金があればいくらでも手に入るじゃないですか。確かし。それは間違いないな。願いを叶えてもらうために必要なお金は、日本円にして、1,103兆3,543億です。いや、伝わらん。伝わらん。どれぐらいの価値なのか、それ。何百年も集め続けて、やっと終わりが見えてきたところなんです。あといくつ必要なんだろう。氷神さんがそこまでして叶えたい願いって一体何なんやー。確かにそれは気になる。めちゃくちゃ気になる。悪い人に見えて、実はめちゃくちゃいい願いを持ってたりするのかな。5日目、ゆうちゃんさんって好きな食べ物はあるんですか？気になったので。え、こいつが私に質問をしてくるなんて初めてだ。ここは慎重に答えよう。もう答えるべき選択肢は決まっているな。もう私は堅くなにしじみ女を貫く。私はしじみが好きです。3回目だな、しじみについて語るの。逆にこれしかしじみ知識持ってないじゃん、私。よくないよ。しじみですか？シャリシャリしてて美味しいですよね。で、そんなことして何になるんですか？うん。あ、まあまあかな。ちょっとしじみへの反応優しくなったな。ふう、今日の任務もちゃんとこなせたぞ。少しいいか？うん、誰だろう。お、俺の名はしじみちゃん。銚子の海からやってきた。かわいいラッコだ。超かわいい。お前に礼を言いたくて、銚子の海からはるばるここまでやってきたわけだ。何のお礼かな？私何かしましたっけ？君は氷神との会話の中で3回もしじみについて話してくれただろう。それがとても嬉しかったんだ。見ててくれたんだね、しじみちゃん。それだけのためにわざわざ銚子の海から。しじみちゃん、嬉しいな。しじみちゃんとずっと一緒にいたいな。そうだ、お前に渡したいものがあったんだ。感謝の気持ちだ。受け取ってくれ。しじみでしょうね、もちろん。お、これは何ですか？うどんですか？うどんの写真だ。しかも写真なんだ。うどんですらないんだ。なんだかお前とはまた会える気がする。それじゃあな、これからもお前の人生にしじみあれ。あー、しじみちゃん帰ってしまうの？行っちゃった。しじみちゃんの方が好きだな。氷神さんよりよっぽど。5日目を終えたゆうちゃんは村長のところへ向かった。ゆうちゃんさん、久しぶり。はい、これハワイのお土産グッピーだよ。いろいろとお菓子。ところで、あいつは惚れさせられた？もうベタ惚れですよ。え、マジで？では、君にこのツボツボの使い方を教えよう。このツボを持って、今日がお前の命日だと3回唱えるんじゃ。絶対ヒップマイ
知ってるよね、作者さんもね。あいつが君に恋を持っている場合のみ、この壺に奴を封印することができる。結果はどうであれ、ゆうちゃんさんはこの村のためによくやってくれた。今日はもう寝なさい、明日に備えて。オルニチンさんの封印はどうしたんだろう。あ、子守歌歌ってあげようか。いよいよ、明日があいつとの決戦の日になる。超無視してるな、ゆうちゃん。村長嫌いか？5日間、自分なりに頑張ったはず。自分をビリーブしよう。みんなところどころ、言葉遣いがおかしいんだよな。夜が明け、ゆうちゃんは氷神のもとへ向かった。今日ものんきにアイス食ってやがる。今日がお前の命日とも知らずに。さあ、早速壺を。と、その前に、氷神さんが私のことをどう思ってるか聞いておきたいな。どうも思ってないよ、多分。氷神さんって私のことどう思ってるんですか？嫌い。シンプルだな。嫌い。嫌よ嫌よも好きなうちって言うよね。超ポジティブ。いや、これはでも普通に陰陽師の、どっちも見るな。先に失敗パターンを、壺を使いましょう。よし、壺を使おう。氷神さん。いや、氷神。私は今からお前を倒す。ゆうちゃんさん。何ですか？うん。いや、ゆうちゃん。不穏な BGM。お前とはいつかこうなると思っていました。お前をコロコロする前に一つ聞いておきたい。お前の願いについてだ。ちょうど話そうと思っていたところです。私の願い、それは、この星、地球を私の住みやすい環境に変えることです。氷河期が来ちゃう。そうなったら人類はおろか、他の生物も生きてはいけなくなるでしょうが。そして、その願いは今日実現する。なんやって？そんな恐ろしいことを考えていたのか。100% 悪い人ですね。ふ、だから残念だったな。その願いは叶わず、お前は死ぬことになる。ツボツボを使う時が来ましたね。何ですって？ちょっとでも恋があるといいな。これはツボツボ。お前は今からこの中に封印されるのだ。何ですか？その希少いツボ。よし、呪文を唱えるぞ。今日がお前の命日だ。そして、今日がお前の命日だ。最後に、今日がお前の命日だ。何も起こらない。失敗だったか。まあ、想像はつくね。だはは、どうやら失敗に終わったようだな。くそ、愛が足りなかったのか。愛。ふふふ。今度は私の番です。実は願いを叶えてもらうためには、お金の他にもう一つ必要なものがあるんです。なんやって？何？悪い顔した。それはそう。人間の命です。奪われてしまうな。なんだって。だから申し訳ないんですけど、ゆうちゃんさんにはお亡くなりになってもらえますね。おう。おうのう。抵抗させてくれ。待て。これは、オルニチンさんであるかな。誰？あ、違う！まさかのしじみちゃんの方だ。嘘、嬉しいけど。しじみちゃん。気持ちは嬉しいけど。しじみちゃん様？え？まさかの格上？なぜここに？しじみちゃん様？ゆうちゃん、騙していて悪かったな。俺は調子の海から来た、しがないラッコではない。真の正体は、この宇宙の最高神、しじみちゃんだ。びっくら卵。びっくら卵だね。さて、氷神。願いを叶えてもらう魔術。あれは剣術のはずだ。使ってはならないと知っているはずだろう。まさかバレないと思ったのか。この剣術を使おうとした罪。罪のない人からお金を奪った罪は重いぞ。しじみちゃん。お金なら返すって。ダメだ。お前は許されないことをしたのだ。後で2時間説教してやる。くそー。ゆうちゃん、すまなかったな。こいつは連れて帰る。あと、こいつが奪ったお金はしじみパワーでみんなの元に戻しておく。しじみすげーなー。しじみちゃん、助けてくれてありがとう。それじゃあ俺たちは行くよ。人生にしじみあれ。いいですね。しじみの日にやるにはふさわしいゲームでしたね。人生にしじみあれ。もうまさかの。
エンド8、死んだしじみエンド2。そっか、なんか隠しキャラが2人いるって言ってたけど、1人はしじみちゃんなのかな、おそらく。しじみの日にはふさわしいエンディングを、おーっとこうして、氷神はいなくなり、村に平和が戻った。ゆうちゃんは英雄として称えられた。そして、大のしじみ好きとして、後世に伝えられた。エンド8、真のしじみエンド2。このエンドになったあなたは、主食をしじみにしましょう。ラッキーアイテムは、中学校で使っていた通帳、持ってるわけがない。それじゃあ、また遊んでね。しじみについてはね、インスタントのしじみの味噌汁を食べますね。しじみ全然入ってないけど。あ、このかっこいい BGM、まだ続いてる。こういう感じの、これ、新エンディング2って書いてあったけど、これって、今、ツボだったから、次、陰陽師にしようかな。しじみのエンドがもう一つあるって意味かな、それとも新エンドが二つあるって意味かな。氷神さん。いや、氷神。私は今からマートです。この流れはさっきと同じですね。さあ、陰陽師の実はどんな感じで聞いてくるからな。願いは変わってないね。何やって陰陽師。オルミチミさんに教えてもらった封印方法、使ってみるか。どうなるかな、どういう封印方法なんだろう。かっこいいね、オルミチーさん。封印方法だが。ん？なんか、表示されない画像があるな。何の画像だ？壺か。新たな壺が出てきたね。まずはこの壺を相手に向ける。そして、うっせぇわを歌う。うっせぇわを歌う。あんな高難易度の曲歌えませんよ。心にアドを宿すんだ。さて、我はそろそろ行こう。うまくいくといいな。練習するってそういうこと？歌の練習をしてたわけね。毎日練習したんだ。歌い切ってみせる。そっか。氷神、私の歌だっけ？すごいな。すごいゲームだな。壺を氷神に向けながら、私はうっせぇわを歌い切った。なんだっけ？ああ、もう終わりだけ歌おうと思ったけど思い出せない。問題はなし。あなたが私が思うより健康なのは分かりました。歌詞のオマージュが来てるな。だから何ですか？あれ？何も起こらない。嘘？これも起こらないの？何も。あの陰陽師騙したな？歌が下手すぎたか？ただ歌を聞かされただけですが。ん？なんだ？急に体がそのつぼに吸い寄せられる。なんでちょっとタイムラグがあるんだよ。あ、でも成功したのか。超手軽な封印方法ですね。ぐわー。よし、成功だ。村長のところへ行って報告しよう。いいのか、簡単な封印ってすぐ解けちゃうイメージですけど。封印が成功してよかった。あの陰陽師には感謝しないと。あ、いる。あ、噂をすれば陰陽師のオルチニンさん。どうやら成功したようだな。おめでとう。ありがとうございます。これもオルニチンさんのおかげですよ。いや、我こそ感謝している。あの邪魔な神を排除してくれたことにな。え？実は我は陰陽師ではない。みんな正体隠してるな。我の正体はそう。しじみの神、オルニチンだ。みんな神様だね、そして。しじみの神、しじみ系なのはすごい知ってたけど、しじみの神？あいつが願いを叶えてもらうために、何百年も前から金を集めているのは知っていた。それを横取りしようと思ったんだが、悪い人。我ではあいつに勝つことができない。そこで君に封印の壺を与え、奴を排除してもらおうと考えたのだ。大成功じゃん。そんな、あなたが壺を使えばよかったじゃないですか。そうだよ。うっせぇわ歌えないから無理だった。残念。難しいもんな、あれ。実は、願いを叶えてもらうためには、金の他にも一つ必要なものがあってな。知ってるな。何ですか？人間の命だ。知ってるな。門芸。門芸。本当に申し訳ないが、君には死んでもらう。オルニチンも悪い人でしたか。嫌ですよ。だから申し訳ないと言っているだろう。墓石にしじみマーク入れといてあげるから許してくれ。うわー。あ、待て。誰？そういうことでしょ。私の大好きなしじみちゃん、
しじみちゃん好きだな。やっぱ私の判断間違ってなかった。ファーストインプレッションは。あなたは、しじみちゃん様。なぜあなたがここに、しじみちゃん様?姉ちゃん騙していて悪かったな。しじみちゃん、宇宙を統率する最高神。あなたのようなお方がなぜこんなところに。しじみの神、オルニチンよ。あの願いを叶える魔術、あれは禁術のはずだ。みんな横島の考えを持ってるな。我はしじみの良さをみんなに広めたかっただけだ。あなたなら分かってくれるだろう。手軽に叶う願いに人の命を使うな。全人類が味噌汁の具に必ずしじみを入れる。それがお前の願いだったよな。確かにしじみは素晴らしい。その良さがみんなに伝わるのならば、それ以上の幸せはないだろう。しかし、こんなことをしても、みんなにしじみに好きになってもらったとしても、それは真のしじみ愛とは言えないと俺は思う。私も思う。だが、この星の人間には、しじみに対する愛が全く感じられないのだ。そんなことはない。ゆうちゃん、こいつは氷紙に包めたく、何度あしらわれようとも、何度もしじみの魅力を氷紙に伝えようとしていたんだ。すごい、ボキャブラリーなかったけどね。定型文でしたけどね。なんだと?こいつが?そうだ。みんなが愛してくれなくたって、こうやって一人狂気的な愛を持った奴がいてくれるだけで十分じゃないか。ゆうちゃん、すまなかったな。氷紙が集めたお金は、しじみパワーでみんなの元に返しておく。それじゃあな、人生にしじみあれ。言っちゃった。ありがとう、しじみちゃん様。もう感謝してもしきれないね、しじみちゃんにはね。ゆうちゃん、すまなかった。そして感謝する。お前のおかげで、真のしじみ愛とは何なのか分かったような気がする。墓石にしじみマークを掘ってほしかったらいつでも呼んでくれ。では、さらばだ。言っちゃった。何はともあれ、村に平和が戻ってよかった。そうだね、氷神はいないもんね。これが真のしじみルート1なのか。エンド7、真のしじみエンド1。もうしじみちゃんが、すべてを掌握してて、すげえな。こうして村に戻ったゆうちゃんは、英雄として称えられた。ゆうちゃんはしじみをよく食べる人として、後世に語り継がれた。ちょっとランク下がってるな、しじみ愛。エンド7、真のしじみエンド1。このエンドになったあなたはしじみと結婚しましょう。課せられた使命は重くなってるな。しじみと結婚か。ラッキーアイテムはゼクシー。結婚させられる。それじゃあまた遊んでね。いやー、いいね。しじみルート大変面白かったけど、一個ちょっと気になってるんだよな。